アナール・ジュ・ミューズム・ナショナル・ディ・イストワール・ナチャール、1811の図版、ルイ・クロード・リ・シャールは、フランスの植物学者である。ベルサイユで生まれた。代々、博物学者の家系で、祖祖父は、ルイ14世の動物園の飼育係で、祖父は、植物学者、ベルナール・ドゥ・ジュ州ュの下で、トリアノン宮殿の植物園で働いていた。父親は、 ルイ15世が1761年に購入したオートイユの植物園で働き、おじもその仕事を継いだ。幼い頃から絵画の才能を示し、その才能はパリの司教に認められ、牧師になることを勧められたが、植物学者になることを望んだ。ベルナール・ドゥ・ジュに励まされて、植物学の勉強を続け、花の構造に関する報告を科学アカデミーで言った。 アメリカのフランス植民地の有用植物の調査のために1781年7月にフランス領ギアナに派遣され、そこで8年間滞在した。王室の命令にもかかわらず、カイエンヌの市長は植物園にリシャールが現地の植物を栽培することを許さず、市長の没後、植物園を使った栽培が可能になった。1789年4月に、 4000の植物標本を持ってフランスに戻った。1794年にパリの医学校の助教授となった。里芋科のリチャーに懸命されている。息子のアシルリシャールも植物学者となった。リッチは植物の学名で命名者を示す場合にルイクロードリシャールを示すのに使われる。ありがとうございます。